宇都宮大学共同教育学部附属中学校は、栃木県宇都宮市松原一丁目にある国立、中学校。通称、略称は、付属、大夫、府中。宇都宮大学、共同教育学部附属学校園内にあり、園内には幼稚園、小学校がある。付属学校であり、全校生徒は、約420名。 宇都宮大学共同教育学部付属小学校のほぼ全ての卒業生が持ち上がりで本校に進学するほか、受験によって選抜される他の小学校出身者枠が全体の約1、4の割合で設けられており通学域は栃木県内の広範囲にわたる付属高校は存在しないためほぼ全員が外部の高校へ進学する主な進学先としては 栃木県立宇都宮高等学校や、栃木県立宇都宮女子高等学校に、例年男女各30名から40名が進学。また、東京学芸大学附属高等学校や、慶應義塾女子高等学校、早稲田大学本庄高等学院など、首都圏の進学校へ進学する生徒もいる。入学希望者の先行検査は、毎年1月上旬に行われている。 国語、算数、社会、理科の4教科の試験と面接がある。2014年度入学生までは、面接の後の第一次合格発表の後、抽選によって最終的な合格者が決められていた。中学校から入学の生徒は、男女、各25名程度であり、上記の検査により合格者が決定する。その後に入学自体者が出た場合は補充合格者が、 決定される。2012年度から学区が宇都宮市から栃木県内になった。なお、転入正試験は他県の国立大学附属中学校に在籍していた人が転居により転入を望む場合、定員に空きがある場合行われる。ただし、基本的に行われない。国立学校の大きな特徴である論理的思考を養育する。 実践的授業に加え、セルフコントロールを生徒全員が強く意識している。学科教室がある北校舎及び学級教室、社会室、会議室、職員室、生徒会室、視聴覚室、英語室、校長室、印刷室のある南校舎で構成される。商工口の隣に学友会室がある。平成20年度。 耐震補強を含む全棟の改修が行われ、各教室に冷暖房が設置された。2020年度より、群馬大学と宇都宮大学は、教員の資質能力向上や、教育資源の相互活用などを目的として、全国初の共同教育学部を設置した。 それに伴い校名を宇都宮大学教育学部付属中学校から宇都宮大学共同教育学部付属中学校に変更した。ありがとうございます。